ヤッホー。サーファーズの のレイカです。今日も一宮のバーって向こうから来て、めっちゃ風吹いてるし、めっちゃ人多いやんの、最悪と思った。あっち見て、こんな感じやけど、バーってこっちまで来て無風で、ちょっと風食らってるけど全然面切れくて、波は腰腹ぐらい、もしかしたら胸ぐらい、多分ないですね腰腹ぐらいでレギュラーかな、多分。あんまり奥入りすぎたら多分抜けれないんで、うん、みんなよりちょっと手前っていうか、あの肩から乗っていこうかなと思います。今日は最近風めっちゃ強くて、矢野に EPS 乗っててすごい調子悪かったんですけど今日は PU 持ってきました。じゃあ波下がりました。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今日はね、もう今日の練習はレイがいつもさ、癖がこうバーってテイクオフして、すぐ後ろでこうなって、こうやってパンパンパンってやってもらって、うん、こうやって滑ろうとしてもらってな、だ、うん、からそれをなしてちゃんと後ろの手を前にして、まっすぐ降りて一気にターンで、次も当てたらすぐ次のレールに切り替えるっていう練習をちょっとしていきたいと思います。それなんなんそれ、きついきつい。ちょっとあのウォーキングでもしとこう、レッドカーペットもちょっとウォーキングしてからちょっと、あ、私のこれあの試合前にやることなんですけど、試合前はいつもビクトリアシークレットのエンジェルになりきってから試合にレッツゴーしてます。めっちゃ恥ずかしい羽はついてるんですかね。あ、つけといてくださいここにつけといてください、お願いします皆さん、私ファミマ前かシダにいつもいるので、ぜひ見かけたら声かけてください。よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。はい。レッツゴー。どうやろ、乗れるかな。いっぱい乗るわ。よう喋れない。距離だかあるように乗るわ。今日よう喋れない。お疲れ様です。まあいつも通りね、あのオープニングでは調子乗ってあんな感じになりますですね、すごい人少なかったって言ってたじゃないですか、うん、風もなくて、
ちょっと風入ってきたと思ったら人も増えてきて、あの遠慮しがちなんで私せやな、バーッと押されて向こうの方に行ってグーフィー来ましたすいません、ずっとグーフィーの音だな。でなんかレギュラー行きたかったんやけど、レギュラー行くにはちょっとこっちやってんな、うん、でローカルの人ら多かったから挨拶だけして、うんうんうん、もうグーフィーもう、ね、グーフィーだよと思ってせやな、私こう見えた、ね、遠慮がちです失礼しました。あんな歩いとってな、あんなビクトリーシークレットのオープニング、ね、あんなオープニング調子乗ってね、うまい入ったシュンシュンシュン太郎やお邪魔しましたお邪魔しました失礼しました、いつもお邪魔してます、失礼しました。楽しかったですね。でもちょっとしか入ってないけど、でもあっちに比べたらマシやな。え、全然マシやと思う。早めに入っといてよかったパッドな。え、早めに入っといてよかった。確かにこっちも暗くなってきてんもん。だってさ、でもさ、あっちよくないのによう、あっちに入ってんな。何だ、何でやろな。こっちの存在知らないんじゃね。絶対知らんと思う。じゃあ教えんだ、教えんだみんなちょっと今日曇りなんですけど、もう私はちょっと根性を出せば水着でもサーフィンできんぞっていうのをちょっと次ぐらいにね、晴れたら太陽が出てきたらね、パッと脱いでパッと入ってバンバンサーフィンしていきたいと思います。まだ2月ですよ、はい、2月、まだ3月にもならない2月ですあ、みんなもうすぐバレンタインですね。バレンタインは何か作りますか、女の人たちでも日本はさ、やっぱさ、エレイカ作る、作る、スージーさんのところで作る。何作る、それまで言われへんだってこれ今日アップされるやろ、だって皆さんそれをね、あのレイカーズキッチンとか自分のインスタグラムに載せるので、ぜひチェックしてください。はい、あ、その作るやつをじゃあレイカのポカポカライフに載せるわ。オッケーオッケー、皆さんポカポカも見てくださいねポカポカ最近更新してなくて、ちょっと謝罪の動画を上げましたいろいろちょっと謝罪することがあって謝罪動画を上げたんで、ぜひあの見てください、はいチャンネル登録と、コメントもたくさんしてください。あの次の水着サーフィン期待してますとかコメント、それがそのコメントが多かったらちょっと次水着で登場するかもしれへん、うん、だからみんなのコメント次第やと思う、レイカは何様やね皆さんレイカのためにコメントして、みんなのコメント次第で私は次水着で来るかウエットスーツ着てくるかが決まりますあなた次第です皆さんチャンネル登録してくださいね。ありがとうございます。インスタグラムとツイッターもフォローしてください。サーファーズチャンネルやったっけサーファーズチャンネルです。 See ya!